とうの。まだ夕方になったばかりさ。もう少し時間かかるさ。そうなんだ。残念。できるまでケーキでも食べてるさ。じゃあケーキ食べたら一眠りして夕ご飯を待つよ。いただきまーす。相変わらず食うのも寝るのも早いジョーちゃんぜよ。足にはみっともなくてとてもできんがや。だけど鳥、僕と猫よりコトノの方がペットっぽい鳥。確かにぜよ。足たちよりもくちゃねーくちゃねーしてるコトノのジョーちゃんの方がはるかにペットっぽいぜよ。これでは足の立場がないぜよ。くねってる。シャキーン。足のドスでズブリと。こらダネコ、物騒なもん出してんじゃない。おお若いのいたぜよか。いやー邪魔者は早いうちに消すのが仁義なき世界では当たり前のことじゃきに。どんな世界だ。ほらそこそこそこ、じゃれてないでご飯できたさ。ご飯ほんと飯には目がないやつだな琴乃は。今日はサキさん特製セクシーおでんさ。わーい、いただきます。足も負けられんぜよ。ガツガツ食べるがや。子供に対抗しても勝てるわけない通り。黙るぜよ。足は今フードファイター。どっちにしてもペットがやることじゃないぞ。お取り込み中すいませんが、お醤油を取ってもらえますか。あ、醤油ですか。はいはい、どうぞ。どうも。ちくわぶにかけようかと思いまして。珍しいですね。って誰だお前は。申し遅れました。私立品乙と言います。ここで厄介になっている琴乃の姉です。琴乃に姉さんがいたのか。なあ琴乃、まだ食ってる。仕方ありませんね。こういう時は、この音は。ありがとう、コトノ。へぇー。って音ね。なんだ、来てたんだ。気づくのが明らかに遅いぞ。ところで、音姉さん、今日は何の用で。やはり妹がよそ様の家で暮らすのが私も心配で、ちょっと様子を見に来たんです。僕のこと心配してくれてたんだね。大丈夫、僕なら元気だよ。それなら修行の方もうまく進んでるのね。ぎっくり。あなたはカルティ製の一族の長として巫女になるのですからね。修行はちゃんとやってもらわないと困るのよ。旦那旦那、琴乃の嬢ちゃんはダメぜよ。毎日くっちゃねえくっちゃねえばっかりがや。足よりもペットらしく生活してちっとも修行なんてしてないぜよ。違う。おとね、僕ちゃんとやってるよ。どんな感じでやってるの。そうだ、これから山ごもりするところだったんだ。だからおとね、心配無用だよ。そう、じゃあ私も山ごもりの修行に付き合いましょう。おとねも来てくれるんだ。僕すっごく嬉しいよ。でも修行の成果が見られないときは連れて帰ってお仕置きですよ。お仕置き。ご飯食べたいから僕頑張るよ。なるほどがや、修行がダメなら連れて帰るぜよか。ならば修行を失敗させて琴乃の嬢ちゃんを追い出せば足のポジションをキープできるがや。ウェッウェッ。やれやれ鳥。琴乃のやつ
山ごもりしてから3日経つけど、うまくやってるのかな。わからない鳥。そういえば今日はヒナとチェルシーもうちにいなかったよな。嫌な予感がする鳥。よう若いの来たぜよか。デイジー、お前がどうしているんだ。それはがや、次は何をすればいいの。師匠、ダネコが。あしは旦那に頼まれて琴乃の嬢ちゃんの師匠をやってるがや。その乙姉さんはどこに行ったんだよ。きっとこの近くで乙姉も修行してるはずだよ。そうだといいが。で、いつまで琴乃の修行が続くんだ。それはあしが琴乃の嬢ちゃんを追い出ではなく、そうだよな、体が金色に光るまでがや。なんだよそれ、そんなの無理だろう。できるがや。肉の人はマスクの下の素顔は光ってるぜよ。大猿に変身する人も怒りで光ったぜよ。それまで修行は続くぜよ。わかったよ、僕光ってみせるよ。では判断力を鍛える修行を開始するぜよ。足がこの川めがけて2つの大きなバッグを落とすぜよ。どちらかが正解のバッグがや。それを見極めて受け止めるぜよ。質問、バッグの中身は何なの。命ぜよ。えそれじゃあ琴乃の嬢ちゃんは川に入るぜよ。結構冷たいね。ゆ始めるがや。うりゃよし、このバッグが正解のはずだよ。琴乃の嬢ちゃん、川から上がってくるぜよ。よいしょっと。師匠、どう？当たってる？中を確認するぜよ。ひな！どうしてここに。デイジーちゃんにさらわれていたんです。道理でうちにいないわけだ。こらダネコ、何してるんだよ。これも修行のためぜよ。琴乃の嬢ちゃん、悔しいが正解ぜよ。本当？やったよ。ところでもう一つのバッグって。これです。この声はジェルです。やっぱり。昔の人はこう言ったぜよ。ムカつく主には旅をさせろってがや。うわ、耳に合いだ。チェル、もうすぐ行くと滝があるから気をつけるぜよ。すで気をつけます。耐えやがれ。さよならぜよチェル、君の勇気は忘れないがや。バイバイだよ。しかしぜよ、この修行をクリアしたとなってはもはやあの手しかないぜよな。琴乃の嬢ちゃん、次が最後の修行がや。何をするの。最後は師匠との戦いぜよ。師匠と。そんなのできないよ。ならばもうあっしは師匠でもなんでもないぜよ。貴さんとは今から10年来の宿敵がや。言葉の使い方がおかしいぞ。よし、勝負だ。行くよ、師匠。カモーンぜよ。めっちゃめっちゃのギッタギッタにやっつけてやるぜよ。
猫を琴乃を追い出すためにこんなことやってたのか。そうはさせん。若いの足を捕まえてどうするぜよ。足は琴乃の嬢ちゃんを追い出すかよ。うるさい。カズリ、僕のために師匠を抑えてくれてるんだね。分かってよ、全力で師匠を倒すよ。そのまま師匠を離さないでね。おい、ちょっと待て、琴乃勘違いするな。行くよ師匠。琴乃の嬢ちゃんが金色に光ってるぜよ。さん、あんたこそこんなところで何やってんだよ。修行はどうしたんだ。温泉に入らないと死んじゃう病という持病がありまして、ここっていい温泉ですよね。旦那の妹にやられた傷がしみるぜよ。あら、じゃあ琴乃の修行はうまくいってるんですね。よかった。これで安心して実家に帰れます。それじゃ最後に。音ね、お茶だよ。ありがとう琴乃、本当に気が利く子ね。へへ、僕褒められたよ。この姉妹ってもう嫌ぜよ。ことがあったのだな。私たち前編に出てないからよく事情がわからなくて。出られなかったのちょっと気にしてるのか。それにしてもデイジーちゃん無茶しすぎです。いやー、すまんかったぜよ。足も可愛いペットとしてついムキになってしまったがや、さらりと水に流すぜよ。こっちは本当に流されたのですよ。早く命を落とすところでしたわ。デイジー、今舌打ちしましたわね。私がどれほど怖かったかわかる。死んだ人にしか見えないお花畑が見えて、その向こう側で川の向こうでひいおばあさまがジエルジエル。ああ、そりゃいい経験したぜよ。デイジー、ママジェル、お茶でも飲んで落ち着くです。ですわ。あら、このお茶結構なお手前。僕が買ってきたお茶だよ。琴乃、気が利くじゃないか。たまたま買いすぎただけだよね、音ね。そうね、皆さんもどうぞ。それじゃあ、いただこっか。お、音姉さん帰ったって聞いたですけど。私も琴乃と同じく修行をしている身。ここら辺は清らかな土地も多く、修行にはもってこいだったものですから。なるほど、もう少し修行をしていこうと思ったわけですね。そうだよ、琴姉はすっごく偉いんだよ。僕にもちゃんとお土産くれたんだから。名古屋名物ういろうだよ。修行中にお土産、それって観光って言うんじゃないでしょうか。クルスの言う通りだ。じゃあ何ですか。私が修行にかこつけて、北は北海道、南は沖縄まで旅行三昧。さらに各地の名産、特に博多の明太子が欲しかった。いや、さぬきうどんも捨てがたいなんて、全国を満喫していたというのですか。全部自分で言っちゃったね。ふっ、音ね、行ってきます。音ね、よかった。
これこれ、急に食べたくなって。ありがとう、琴乃。話をそらして俺のツッコミを無視かよ。それにしてもがや、一回指を鳴らすとお茶、二回だと羊羹ってわけぜよな。かなりしつけが行き届いているぜよ。当然ですよ。琴乃は私の大事なおもちゃ。いえ、妹ですから。今、姉とは思えない発言が飛び出そうだったです。そうだ。皆さんには、琴乃が大変お世話になっています。ですから、何かお礼がしたいのですが。お礼ですか？はい。私にできることなら何でもしますよ。当たり前ですわ。そもそもあなたのせいで死にかけたんです。で、何ができるのか教えてくださらない？そうですね、私も一応巫女ですし、お祓いや占いならできますよ。占い？皆さん占いに興味があるみたいですね。でしたら私が皆さんを占ってあげます。じゃあ誰から占いましょうか？ひなからお願いするです。それじゃあ始めましょう。私の目をじっと見つめてください。はいです。なるほど。何です？何が分かったです？ひなさん、あなたちょっとドジですね。はいです。自分でも直したいって思う時があるです。以上です。ひな、もう終わりですか？それではクルスさん、次はあなたを占いましょう。お願いします。あなたには夢占いを。そのままじっとしていてくださいね。琴乃、私の目を見て。はい。さあ、琴乃、だんだん眠くなる、眠くなる。僕、眠くなってきたよ。おやすみ。一体何が始まってるんです？琴乃、起きなさい。琴乃、どんな夢を見ましたか？僕、夢の中でたくさん果物を食べてたよ。クルスさん、あなたの性格は甘い。え、琴乃ちゃんの夢を見ただけじゃん。どんどん行きましょうか。次は、マヤさん。私か？では、よろしくお願い申します。今度は星占いです。さて、空に星は出てますか？今は昼だから見えませんが。じゃあ終了です。なあ、次は私の番ですわ。そうですね、チェルシーさんにはあの占いがぴったりかしら。琴乃、例のものを用意してくれる？了解だよ。だよ、乙女。これを履いて蹴飛ばすと、それ出ました。チェルシーさん、雨です。じゃあ傘が必要ですね。って天気占いではありませんか。しかも雨というのが微妙にへこみますわ。これで一通り終わりましたけど、ご満足いただけましたか？行くか。あらあら、そうですか。ちゃんと占ってほしいです。例えば恋占いはできます？そう、恋ですわ。私のラブを占いなさい。恋占いですか？それなら大得意ですよ。皆さんは恋に興味があるのですね。好きな人でもいるんですか？私には相思相愛、素敵な未来のダーリンがいますわ。私はちょっと気になるというか、なんていうか、私には好
好きな男などいない。そもそも恋という軟弱なものにはキュキュ興味すらない。では皆さんの恋を占いましょう。それじゃ始めますね。あのです、どうしてお風呂でする必要があるです？別に汗を流すつもりはないんですけど。これは聞いてくださってる方々へのサービス。いえ、私の恋占いには水の力が強いところが必要なのです。では早速。音姉の恋占いはお札を操り、その中の一枚に火がついた時、みんなの恋愛運が見えるんだよ。おお、なんだか本格的です。火がつきましたよ。さ、何が見えたんですの？皆さんの恋の光が見えます。そう、そうですか。わかりました。どうです、早く結果を言うです。それは言えません。なぜ？私、恋占いは言わない主義なんです。それじゃ意味ないですわ。ちゃんと言いなさい。でしたらヒントだけ教えましょう。わかればよろしくてよ。4人のうち3人はいい結果が見えました。しかし1人は最悪の結果でした。もう泣いちゃいそうなくらい残念です。チェルシーさん、シゲピーですわ。ヒントじゃなくてすでに答えを完全に言ってますわ。ヒナじゃなくてよかったです。ほっとしました。恋に興味はないとはいえ、悪い結果は嫌だったからな。納得いきませんわ。もう一度占ってください。何度やっても結果は同じですよ。それでも何百回でも何千回でも何枚か南でも占いなさい。その命が続く限り占いなさい。困ったを通り越してちょっとうるさいですね。琴乃、僕に任せて。何ですの？私の耳にお腹をくっつけて何をしようというのです？行くよ。すごくお腹が空いてたんだ。琴乃ちゃんにしかできない必殺技です。見事ですよ琴乃。成長しましたね。これで私も心置きなく帰ることができます。音ね、もう帰るの？僕寂しいよ。大丈夫、また会える時が必ず来るわ。それまでのお別れよ。わかったよ、僕泣かないよ。本当に強くなったわね。というわけで、琴乃ちゃんのお姉さんは昨日お風呂から上がるとすぐに帰っていったです。そっか、とりあえず騒動も一件落着だな。まったく、まだ耳鳴りがしますわ。でも琴乃ちゃんを心配して来てたわけですから、そんなに悪い人じゃないと思いますよ。妹思いに悪い人はいないはず。そうだよ、音姉はすごく優しいんだよ。冗談じゃないですわ。私はまたひどい目に遭ってるんですのよ。ママチル、お茶でも飲んで落ち着くです。うんですわ。あら、このお茶結構なお手前ですわ。僕が買ってきたお茶だよ。琴乃、気が利くじゃないか。あ、この展開は？たまたま買いすぎただけだよね。え、音ね。どうもです、音姉さん。いい加減かわれ。お茶が美味しい。
ひな、張り切ってるな。当然です。ひな、すっごく楽しみにしてたです。私もこういうのは初めてで、ちょっと楽しみだ。実は私もドキドキしてます。私なんて気合入りまくりで、すでに筋肉痛ですわ。それはどうだろう。カズニー、琴乃か、お前見に来たのか。うん、母さんも来たさ。僕もいる鳥。家族全員が体育祭に来るなんて高校ではありえんのだが。体育祭の内容も今年から趣向を凝らしてるって噂ですよ。なんでも優勝したクラスには賞品が出るらしいな。学校行事とは思えないぞ。でも私はかなり燃えてますわ。必ず私率いる1年 B 組を勝利に導きますわ。ところでです、デイジーちゃんは来てないですか？そういえばダネコは見てないな。だがあいつのことだ。こんな愉快なイベントに来ないわけがない。何やら向こうの方が騒がしいようだが。こらダネコ、お前賭け事なんてして。もう誤解だ。賭け事じゃないぜ、猫カルチョがや。一緒だ。こんなのバレたらただじゃ済まされないぞ。その辺は抜かりないがや、学校側から許可をもらってるぜや。うちの学校って一体。ちなみに一番人気は3年 A 組ぜや。なんだわ、今苦戦中ぜや。あっそう。間もなく始まります、体育祭。進行を務めさせていただくのは、いい加減名前が欲しいひなちゃんの友人 A と友人 B です。さて今回の体育祭は豪華な優勝賞品が飾ってます。皆さん頑張りましょう。ではここで優勝候補のクラスを紹介したいと思います。やはり大本命は3年 A 組。このクラスには生徒会役員全員が在籍しており、優秀な生徒が多くいます。間違いなく優勝候補筆頭でしょう。そんな3年 A 組に続くクラスは正直ありません。でも皆さん早々に諦めないでくださいね。何が3年 A 組ですか。優勝は私たちですわ。そうです、ひな、優勝目指して頑張るです。優勝か、ま、頑張ってみるか。それでは体育祭を開催します。まず私がトップバッターですわね。カズヤ様、種目は何です？借り物競争だな。うん、この私が人から物を借りるのですか。はあ、ま、たまには借りる身分もよろしいですわ。ではカズヤ様、行ってきますわね。この種目、確実に私がいただきますわ。そして、優勝に貢献。カズヤ様に褒めてもらって、晴れてゴールインですわ。うしし、うし。おい、そこの色ボケ、早く位置に着くぜよ。デイジー？どうしてあなたがスターターですの？学校側から許可をもらったがや。なんて猫かしらっていうか、なんて学校かしら。よし、行くぜよ。よーい、ダンと言ったらスタートぜよ。ふんですわ、そんな古い手に引っかかれへんて。今日ですわよ、デイジー。そんな悠長なこと言ってていいぜよか。他の生徒諸君はとっくにスタートしてるがや。え、あー、しまったですわ。デイジーに気を取られてしまうなんて、うん、挽回ですわ。この封筒の中に借りてくるものの指示が書いてあるのですね。二足猫の猫。そんな猫がこの世に。いや、ぜや、いましたわ。デイジー、デイジーちゃん、こっちに来なさい。いやぜよ。いいから早く来なさい。ならば。恋人同士のようなことをしなくてはならないんですか。あ
チェル。残念ぜよ。貴さんはビリガヤ。にゃあ。畜生ですわ。カズヤ様。面目ね。気にするな。ダネコのせいでもあるんだから。次は私が行こう。マヤカ、頑張れよ。カズヤに言われなくとも私は全力を尽くす。そうか。で、次の種目は？一人で玉入れをするらしい。では。なるほど。この玉入れのカゴも思ったより高くない。これなら1位を狙える。始まった。は？玉がない。なぜ玉がない？マヤの嬢ちゃん、デイジー、玉がどこにもないのだが。マヤの嬢ちゃんが入れる玉はこれでや。いやー、これは大玉転がしの大玉ではないか。じゃあ頑張るぜや。これは無理だ。終了です。ここでも3年 A 組の勝利です。そして最下位は1年 B 組です。すまぬ、私としたことが。マヤちゃん、気にしないでいいです。そうだぞ、あれはデイジーが悪い。しかし私は悔しい。皆さんの分も今度は私が頑張ります。カズヤさん、ここは私一人に任せてください。わあ、クロスちゃんすごい気合です。空回りしなければいいけど。した。早っ、もう終わったのか。クルス、すいません、種目が綱引きでした。それは一人だと無理だ。あっしが邪魔しなくてもクルスの嬢ちゃんはあっさり負けてくれたぜよ。デイジー、やっぱりお前わざと俺たちの邪魔をしてたんだな。なんでそんなことする。おっとぜよ、あっしとしたことが口が滑ったぜよ。さあ、次は誰が出場するかや。よーしです、ヒナがやってやるです。デイジーには気をつけろよ。はいです。ヒナ、負けられないです。絶対勝つです。次の種目ですが、超カルトパネルクイズです。ヒニャ、クイズですか。そうぜよ、デイジーちゃん、あっしが考えたクイズに見事正解することができるがや。どうして体育のお祭りに頭を使うクイズをするですか。早速行くぜよ。まずは芸能の二重からかいや。ひなもやられたか。これでチェルシー、マヤ、クルスと全滅だ。悔しいですわ。深く1対10の綱引きに勝てるわけないです。芸能の20が。だね、このやつ。芸能の20がです。さて、盛り上がってきた体育祭ですが、次の種目で最後となってしまいました。もう現在このままだと私たちビリッケツになってしまいますわ。それはまずい。私も嫌です。カズヤくん、どうやらあっしの筋書き通りのシナリオになってきたようですな、越後屋さん。楽しみぜよ。果たしてカズヤたちは優勝できるとり。
猫のシナリオは何とり、それは後編に続くとり。ガーディアンハウス第2話、大体育祭後編。みんな、次で最終種目だ。優勝は無理かもしれないが、諦めずに頑張ろうな。そうです、カズヤ君の言う通りです。最後くらい勝つです。これに勝てば、せめてビリにはならないはずですわ。気を抜かないで、一生懸命やりましょうね。忍びたるもの、諦めない精神が必要だからな。母さんも応援するさ。僕も出たいよ。勝とうのは応援だけさ。その代わり、サキさん特製セクシーおにぎりでも食べてるさ。わー、僕セクシーおにぎり大好きだよ。琴乃らしいな。とにかくやってやろう。おー、ねえ、キサンラ、気合が入ってるぜよな。ダネコ、なんだ、また邪魔しに来たのか。そんなつもりはないがや。それにぜや、まだまだ優勝は狙えるがや。何？種目ですが、なんとここで優勝すると総合優勝となります。ほらぜよ、まだまだチャンスは残ってるぜよ。なんて安易なんだ、今までのことはなしかよ。世の中そういうもんがや。でもこれで私たちが優勝できますわ。最後は何をするんだ。最終種目はワンちゃん、ネコちゃん大集合、ワンちゃんペットリレーです。よくわからない種目ですね。説明しよう。これはペット1匹を連れて走る4人1組のリレーぜよ。つまりペットがバトン代わりになるがや。さらに各チェックポイントには障害があるという難易度の高いリレーぜよ。デイジーちゃん、やけに詳しいです。もちの論ぜよ、あしが考案したがや。どうしてデイジーにそんな権限があるのか、ほんまこつさっぱりばい。わけわかんないこと言ってんじゃねえがや。とにかく貴さんらは足をペットとしてリレーに出場すればいいぜよ。よし、俺たちのクラスはポワワにしよう。それがいいです。大賛成ですわ。僕でいいとり。ちょっと待つぜよ、足を無視するなぜよ。だってお前また邪魔するだろ。絶対しないぜよ。足反省してるがや。貴さんらの邪魔ばかりしてよ。だから挽回するチャンスをくれがや。そこまで言うなら私は花ペチャデイジーでも構わないが。私もいいかな。ありがとうぜよ。足は嬉しいがや。わかったよ。でも今度何かしたら本当に許さないぞ。任せるぜよ。これで足の計画は完璧がや。何か言ったか。なんでもないがや。じゃあ、ひなのじょうちゃん、くるすのじょうちゃん、まやのじょうちゃん、行くぜよ。お待ちなさいって。私の名前がないのはどうしてかしら。出場選手として登録してないからぜよ。デイジー、飼い主に対してなんて卑劣なこと。許しませんわよ。色ぼけは無視していざ出陣ぜよ。あのさ、俺今日何もやってないんだけど。なんだか猛獣の叫びが聞こえたりしますね。まるで動物園です。ところでです、ひなたち3人ですけど、確か4人いないとリレーに出られないんじゃないです。その辺は抜かりないがや。ちゃんと助っ人を用意してるぜよね、旦那。そういうことです。おかねえさん、皆さん、お久しぶりです。全然久しぶりじゃないです。旦那はアンカーぜよ。これで優勝間違いなしがや。デジちゃん大丈夫なの。心配無用がや。琴乃のじょうちゃんをあそこまで飼いならしている旦那にはもってこいの種目ぜよ。あら、褒められましたわ。第一走者はひなのじょうちゃんぜよ。やるです。それでは位置につくですわ。にゃ
チェルがスターターです。まあ足が指名したんぜよ。このままで番がなくなってしまうのはさすがにかわいそうだからぜよな。スターターというのが少し試着に触りますが、最後の競技ですし、私で締めるのも悪くありませんわね。それではよーい、かかったぜよ。今のは本物のジャガぜよ。他のペットどもも動揺してるがや、今のうちぜよ。汚いです。これぜよ。ひにゃ、なんですこの用紙は。よく読むがや。です、小論文を書きなさい。テーマはペットと私。ひにゃ、私なだけ体育祭っぽくないです。早く早く足のすんばらしいところをズズズズバーっと書くぜよ。もう難しいです。がや、何をしてるぜよ、ひなのじょうちゃん。できたです。どれどれ見せてみるがや。うん。デイジーちゃんは猫である。まだ信用できない。で、なんでよか、これは。仕方ないぜよな。もうこれで OK がや。行くぜよ。いいですか？もういいからぜよ。足は負けられんがや。私にこの某有名ファミレスの制服を着せるがや。制服？デジちゃん、私も着てみたいな。でダメぜよ。ちょっとだけでいいんだけど。ダメ？この制服は後でやるぜよ。今は足に着せろがや。本当に？約束だからね。ここでようやく1年 B 組も着替えを終え、トップを追走します。任せろ、デイジ、一気に行くぞ。一年 B 組がトップを猛烈に追っていますよ。あっという間にキックポイントに行きました。私は何をすればいい。このおもちゃのチャカを持つぜよ。これで一体何を。足が頭の上にリンゴを置くぜよ。それをマヤの嬢ちゃんがパッチューンと打ち抜けば見事クリアぜよ。なるほど、マヤの嬢ちゃんならこれくらい楽勝だよ。危ない、全く当たらんぜよ。どうしたかや。すまん、私はどうもこういった飛び道具が好きじゃなくてな。かあ、こいつは誤算だったぜよ。やはりここでも一番では3年 A 組だ。3年 A 組がクリアしちまったぜよ。まずいぜよ、まずいぜよ。もうアンカーぜよ。マヤの嬢ちゃんとにかく打ちまくるかや。やってみる。あ、弾が切れたようだ。手裏剣なら簡単なのに。最初からそうしとくぜよ。もう手裏剣でいいぜよ。よし、リンゴに当たったぜよ。クリアぜよ、急ぐぜよ。一円 B 組もアンカーへのつなげます。最後は旦那ぜよ。いよいよ私の番ですね。頼みます。トップでゴールするぜよ、旦那。そうですね。これで優勝は3年 A 組と1年 B 組に絞られました。そして最終チェックポイントはフリスビーです。旦那、
フリスビーを投げるぜよ。足が犬張りに口でキャッチしてくるぜよ。久しぶりに思いっきり走ったら疲れましたね。旦那、あと少しぜよ。踏ん張ってほしいぜよ。やっぱりダメです、持病の。思いっきり走ったらどうも調子が悪くなってしまったみたい病が私パスです。なんじゃそらーぜよー。困ってるようですので、あれを使いましょう。おとね、お茶買ってきたよ。ことののじょうちゃんぜよか。ありがとう。お礼にこのフリスビーをあげるわ。とってらっしゃい。僕、取ってくるよ。ちょっと待つぜよ、小殿の行事。ゴール、ゴール。なんと最後に猛烈な追い上げを見せた1年 B 組が3年 A 組を抜き去り、1着でゴールしました。奇跡の大逆転優勝です。どうしたの？僕たちが優勝したって言ってるよ。結果もらえぜよ。俺たちのクラス優勝だぞ。俺何もしてないけど。よくやったぜよ。ダネコ嬉しそうだな。レースもやけに真面目だったし。それはそうがや。最初キサンラを邪魔したのも、最後に勝ったのも、すべてあっしの計画だったぜよ。ひにゃー、どういうことです？あっしがやっていた猫カルチョぜよが3年 A 組ばかりにかけるやからでいっぱいだったがや。そこであっしはキサンラのクラスにかけたわけぜよ。ああ、だいぶ話が見えてきたよ。つまり俺たちが勝てばダネコの一人勝ちってわけだ。まあそういうことぜよ。貴さんらも優勝商品がいただけるし、言うことなすぜよ。なんて猫なんだ。全校生徒の皆さん、表彰式を前に残念なお知らせがあります。1年 B 組の不正が発覚しました。ぜよ。1年 B 組はペットリレーにおいて部外者を出場させました。よって失格とさせていただきます。おいダネコ、おと姉さんを出したのは失敗だったようだな。素直に私が出てればよかったんですわ。待つぜよ。足を稼いだビッグマネーはどうなるぜよか。当然なしだよ。やぜよ、演劇大会は蜜の味前編ぜよ。今日のホームルームって何するんだろうな。今度全校生徒の前でクラス発表会があるです。そこで何をするか決めるはずです。クラス発表会か。先生が来たです。はい、お前らは静かに。さて今日のホームルームだが、前にも話したように今度うちのクラスの発表会がある。先生、その件ですが、私のリサイタルコンサートというのはどうでしょうか。却下。はよ。もう何をするかは決めたから。何をするんですか？演劇だ。演劇？そうだ。劇を全校生徒の前で発表する。今ブーイングしたやつ、前に出ておいで。ボッコボコにしてやるからな。うちの担任かなり怖いな。
それにしても劇とは。私やったことないですよ。ああ、演劇に関しては私も素人だ。そこで、はい、プロの演出家を呼ぶことにした。ねえ、これならお前らでもそれなりにできるようになるだろう。演出家さんが来るですか。学校でやるにしてはえらい力の入りようだな。では紹介しよう。サンドロケッツ先生、どうぞお入りください。ゲッツぜよ。あっしが演出家のサンドロゲッツぜよ。デイジー、何演出家っぽい名前で登場してるんだよ。そんだ、あっしの裏の顔を知らねえようですが、あっしはデイジーサンドロゲッツという名前で演劇界の異端児として有名なんだよ。絶対嘘だよ、ナーチェル。当たり前ですわ、デイジーはただの私の使い魔ですわ。というわけでお前うちに帰れ。ははがっかりせよ。せっかく演技とは何かをみっちり教えてやろうと思ったのにがや。生徒にやる気がないならわしは必要ないでよな。ああ、ちょっとサンドロゲッツ先生待ってください。おい、こらお前この野郎、私が呼んできたサンドロゲッツ先生になんで態度なんだよ。言うこと聞かないと地獄が待ってるぞ。もうわかりましたよ、どうなっても俺は知らんからな。それではサンドロゲッツ先生、あとはお願いしますね。任せるぜ任せるぜよ。では主演の二人を決めたいと思うがや。まずは若いの貴さんがその一人ぜよ。俺が？よかったぜよな。あっしに選ばれるなんて今後演劇の世界で生きていくにはもう安泰ぜよ。いや別に演劇の世界で生きていくつもりはないぞ。もう一人はヒロインがや。これはオーディションで決めるぜや。カズヤくんが出るならヒナはオーディションを受けるです。あ、私もやってみようかな。別にカズヤが出るからではないが、私もオーディションとやらをしてもいいぞ。演劇も忍びの訓練になるかもしれんし。ですわ。オーディションなんてする必要はなくてよ、カズヤ様が主演の一人である以上、私がヒロインとなってイチャイチャちちくり合うのが当然ではありませんこと。妄想色ぼけの考えそうなことぜや。とにかくがや、ヒロインはオーディションで決めるぜや。オーディションをスタートするぜや。おい、タネコ、なんで俺まで審査員をしなくてはならないんだ。若いのは主演の一人ぜや。ヒロインを決めるには貴さんの意見も大切になるぜや。絶対俺の言うこと聞かないくせに。まずはガヤ、水着審査ぜや。水着ですか。デジちゃん、それが劇にどう関係あるの。そうですわ、水着さんらは本当に何にも分かってないぜよな。オーディションといえば水着はつきものがや。貴さんらもトップアイドルを目指すならそれぐらいできんとやっていけないぜよ。アイドルというのが根本的に間違ってるぞ。さあ早く着替えてくるぜよ。分かったです。仕方ありませんわね。あやさん行きます、近えてますよ。あやさん近えてます、待ってますよ。あまったくオーディションを舐めた連中がや。それはお前の方だと思うけどな。のジョーちゃんとクルスのジョーちゃんはスクール水着ぜよか。なかなか男心を分かってるぜよな。若いのもそう思うがや。そうかもな。カズヤ君にそう言われると嬉しいです。私もですわ。二人とも大アマちゃんですわね。私をご覧なさい。やはり
水着は大胆なビキニですわ。ビキニ。そのリアクション全然納得いかない。ならばこれはどうぜよ。ジェル、かわいそうぜよ。ビキニなんて、ビキニなんて、貴さんにはありえないぜよ。ところで、マヤがいないんだけど、どうしたんだ？ふにゃ、そういえば、さっきまでいたですけど。着替えがまだなんじゃないですか？それにしては遅すぎるがや。マヤの嬢ちゃん、急ぐぜよ。すまぬ。まだ制服のままだな。男がいる前で見すぎなんて私にはできない。それでは困るぜよ。いいから着替えるぜよ。無理だ、私にはできない。譲の機関嬢ちゃんがや、水着に乗るぜ。デイジー、なや、何をする。言わないかよ、言わないか。コロ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 。やめろデイジー。若い肌は良いの。やあららぜよ、マヤの嬢ちゃん下着だったぜよ。マヤ大丈夫か。カズヤ見たな。恥ずかしめられた、怪我された、許さんぞ！うわっ！なぜ俺が殴られるんだ！ポンポンポーン！若いのの怪我の治療のため、オーディションは一旦休憩にするがや！さあ、オーディションを再開するぜよ。時間が押してもう夕方がや。若いの、貴さんのせいぜよ。お前のせいだ！では、次の審査は、自己アピールがや。自分は売り込むことも、芸能界では必要なことじゃけんね。しっかりアピールするぜよ。芸能界は関係ないぞ。じゃあ、ひなから行くです。ひなは、かずやくんと一緒の部屋に暮らしているです。つまり、ひなとかずやくんの、相性はバッチリです。ということは、ヒロインをできるのはヒナだと思うです。私はコスプレをするのがちょっと得意なので、演じるのも他の皆さんよりはできるような気がします。私のような知的かつ美貌を兼ね備えたアガーンは他にいませんわ。私以外のヒロインなんて考えられませんわ。はい、結果、最後にマヤの嬢ちゃん頼むぜよ。見られた、マヤの嬢ちゃんはまだ復活してないだよな。これで審査を終了するぜよ。で、誰をヒロインにするんだ。それはぜよ、それはこの審査を踏まえてじゃんけんで勝ったやからがヒロインがや。じゃんけん？おい、オーディションなんて全く関係ないじゃないか。本当です。見られた。水着にもなったのに、こんなオチなんて恥ずかしい。芸能界は運も実力のうちぜよ。じゃあいいぜよか、ヒロインになるんでも。こうなったらもうやけくそですわ。じゃんけんでもなんでもやったら。ヒナもこのまま引き下がらないです。勝ったらヒロインですよね。された。行くぜよ。された。最初はグー。じゃんけんぽいって言ったら出すぜよ。みんな、何やってるの？コトノ、どうした？僕ね、カズニーにお昼のお弁当を届けに来たんだ。もう夕方だぞ。僕、途中でお腹減ってお弁当食べちゃったんだ。そしたら、眠くなって。ああ、もう説明はいいや。琴乃の嬢ちゃんもじゃんけんするぜよか。でもそれって美味しい？琴乃ちゃんは関係ないです。そうですわ、これは私たちの勝負ですわよ。もう何が何だか。下着はもういいからやるぜよ。じゃんけんポン。ひにゃー。
私も負けました。私もやられましたわ。負けた負けた。ということはまさか琴乃が。僕もダメだったよ。どういうことです？誰も勝ってないなんておかしいですわ。わからないわからない。えへゼヨ、足が勝ったがや。これはつまり足が広いんってことゼヨか。キャ、足にできるかなゼヨ。知るか。さて、カズヤたちの劇はどうなるとり。無事に成功するのかとり。ところで、どんな劇をやるか全く触れてないとり。あ、忘れてたぜよ。やれやれとり。後編に続くとり。ガーディアンハース第3話、演劇大会は蜜の味後編ぜよん。おい、どうするんだ。本当です、大ピンチですよね。この状況はかなりまずい。私、知りませんわよ。足も困ったがや。何かいい手はないぜよか。貴さんらのアイデアだけが頼りぜよ。おいみんな、このダネコ、どうする。無視するです。無視です。無視だな。無視の中の無視ですわ。何もそんなきついこと言うながや。足はキサンラのかわよいかわよいペットぜよ。それがこんなに苦しんでるがや、助けるのが筋ぜよ。バカか、困ってるのはこっちなんだよ。ほんとどうするんだよ。今日はクラス発表会当日だぞ。なのに俺たちは何の練習もしてないんだからな。オーディションなんてくだらないことしてるからです。これじゃ劇なんてできないですよ。もうお手上げだな。プロの演出家が聞いて呆れますわ。だからキサンラにどうしようかって相談してるぜよ。ペットの不始末は飼い主が何とかするもんがや。なんて態度だ。カズヤくん、今からヒナたちが劇をするなんて不可能です。みんなに謝って許してもらうです。それはダメぜよ。レジちゃん、どうして。途中で投げ出すのは日本男児としてあるまじき行為ぜよ。私たちは女だ。とにかくあっしたちは劇をやらんといかんぜよ。でもどうすればいいのかわかりませんわ。こうなったら奥の手を出すしかないようぜよな。奥の手ってなんだ。即興芝居ぜよ。即興芝居？それって何です。つまり全てをアドリブでするんがや。そんなの無理よ。大丈夫ぜよ。あっしが適当にナレーションを入れるから、それに合わせてキサンラが勝手に芝居すればいいがや。ますます無理ですわ。じゃあ生徒諸君に向かってゆっくりと地べたに額をつけ、土を舐め、土下座して謝り、世間の哀れんだ視線を感じる勇気があるぜよか。なんて屈辱的なこと。時間だ。やるしかないですか。仕方ないですわ。覚悟を決めたぜよな。ではキサンラにあっしから最後の言葉を送るがや。キサンラ、仮面をかぶるぜよ。パクリかよ。あーですです、あーあー、皆の衆、体育館にお集まりいただき誠に感謝するぜよ。これより一年 B 組による劇、シンデレラ VS 白雪姫 VS 人魚姫 VS 醜いアヒルの子を始めたいと思うがや。
日、ある日のことがや、シンデレラがシンデレラなんつっていやいや引き森にやってきたがや。みんな、じゃなくて、私はシンデレラです。シンデレラは誰かを待っている様子ぜよ。するとそこへ白雪姫と人魚姫がやってきたがや。私は白雪姫です。私は人魚姫。どうやらこの3人は決闘をすることになっていたみたいがや。決闘ですか？こんなストーリーありですか？いきなり破綻してるぞ。なぜ決闘するかというと、一人の卵、いやいやひけ、王子をめぐっての構想だったぜよ。その王子とは、カズヤ王子がや。俺が王子、らしい。カズヤくんが王子？カズヤさんを取り合うってこと？なぜ、私やカズヤごときを。王子を我が物にしようと三人は、それぞれ戦いの構えに入ったぜよ。シンデレラは両手を天にかざし、あらゆる生き物から少しずつ元気をもらい、みんながやるですか？みんな元気をくださいです。白雪姫は黄金色のクロスにも負けない青銅のクロスを身にまとい、私がクロスを。人魚姫はセーラー服を着た美少女の戦士へと変身したがや。満月に変わって懲らしめる。これでいいのか？ギリギリだな。いやいや、戦いの火蓋が切って落とされようとしたその時、醜いアヒルの子がとぼとぼとやってきたぜよ。私が、醜いアヒルの子がなんか納得いきませんわ。こらデジ、考え直しなさい。チェル、今は劇の最中だ。死後はまずいぞ。でもカズヤ様、私だけ人じゃないなんてあんまりですわ。が、醜いアヒルの子は綺麗な白鳥になるじゃないか。だから我慢するんだ。ちなみにこの醜いアヒルの子は永遠に続きが気になるような言い方やめなさい。とにかく王子をめぐるバトルロイヤルは3人と切ったな1話によって争われることになったがや。カズヤ王子は渡しませんです。王子は私のものです。負けないぞ。私もよ。わっ、さあここからはガチンコの喧嘩マッチぜや。本当に戦うですか？そんなこと言われても困りますよね。無理に決まってる。いえ、この機会に誰がカズヤ様のハニーになるか決めるのもいいんではありませんこと。ひなさんとカズヤ様がイチャイチャするのはもううんざりですから。どういうことです、チェル？こういうことですわ。ゴー！チェル、やったですね。ひな怒ったです。二人ともやめてください。これは劇なのだから。生ぬるいこと言ってないで、お二人もかかってきなさい。どうせあなた方もカズヤ様に気があるのでしょう。私は別にひな、やってやるです。上等ですわ。女たちの醜い争いを止めようとした王子がその犠牲となり永遠の眠りについてしまったがや。俺がか。しょうがない。カズヤ君、女たちは自分たちの戦いを深く後悔したぜよ。白雪姫と人魚姫はその場を去り、醜いアヒルの子は自らその命を絶ったがや。どうして私だけ？チェルシーさん、私たちの出番は終わったみたいだから舞台から降りましょう。しかしぜよ、シンデレラは王子のことを諦めることができなかったがや。そんな時朗報が。
どうやら王子にキスすると生き返るという情報をどこからともなくキャッチしたかや。キスですか？おいおい、それはまずいだろう。さあ早く王子に熱いブレーゼを。和也くん、ひな、キスするです。ひな、ギアール、プリンセスボルテ参上ですわ。一身上の都合によりあなたたちのキス阻止いたします。あっちゃー、チェルのやつ変身して。チャーン進化天雷変化。まさかキスは見逃せません。人前で接吻するとは宇宙忍者として成敗する。クルスとマヤまで変身して、まずい、ヒナは変身したチェルたちを犯罪者だと思ってるんだった。犯罪者が一気に集まったです。ガーツとして見過ごすわけにはいかないです。ヒナ、どこに行く？今正義の味方を呼んでくるです。再び戦いが始まろうとしてるがや。そこの犯罪者たち、劇を台無しにしてさらに勝つじゃなくて一般人のキスまで邪魔するとは、正義の味方ガーディアンハーツが許さないです。出ましたわね、ガーディアンハーツ、叩きのめしてやりますわ。私もガーディアンハーツには借りがあります。同じく行くです。やめろやめろ。おい、体育館が壊れそうだぞ。あいつらの暴走を止めないと大変なことになる。王子は女たちの目に醜い戦いを止めようとしたゼオが時すでに落ちた。ダメだ、壊れる。私たちがやったのか？これってまずいですわよね。まずいどころの話じゃない。ごめんなさい。これにて1年 B 組の劇ガーツ VS 宇宙の犯罪者たちを終わるぜよ。ご清聴ありがとうございました。タイトルも違う。渡里和也、桜井貴博、ひな、釘宮理恵、クルス、鶴野京子、マヤ、荒木海馬、チェルシー、池澤春菜ですわ。琴の望月星です。デイジー、新谷真由美ゼヨン、フォアは南尾美です。渡里咲希、オリカさんセクシー愛でした。立品音、井上紀子、みずぬ、横手久美子です。ひなちゃんの友人 A、 はてなです。ひなちゃんの友人 B、 中島まみです。